すごいことが起こりそうや。はい、クソレストランでございます。クソレストランでございます。私がオーナーシェフのオリエでございます。もう始まった。はい、オーナーシェフよ。どうもお久しぶりでございます。よよ、モノマネします。いやー、前回の8回のエクストラトラックで天かす、色のついた天かすを見た時の、テンションの上がった若林さんのものも、聞き返して前回のやつ、いやー言うてます。そんな言うてました。店長のユージです。久しぶり。お久しぶりです。そういった記憶は全くございません、はい、アルバイトの若林です。およ、記憶がない、はい、そういった記憶がっていうか、あなたほぼ全部の記憶がある、うん、どういった記憶もないよね、うん、何を喋ったか、まあ、というか、まあ、覚えて引き詰めていけば、あの我々3人ともどういった記憶もないんですけど、 ないですね、なくなっていくんですけど、はい、大丈夫ですか。今日やるやつ、前やったやつと同じこととかってないですか。これはやってないよね、さすがに。大丈夫ですか、ね、ちょっと取っとくわ。お腹すいた。これすごいですよ、今日もまた。今日はね、食べます。いただきます。あかん、ちょっと説明先に。いや、巻き寿司をするっていう話をしてたんで、そうなんです。巻き寿司は堀江巻きを巻いてきたんですけども。堀江巻きを巻いてきたんですか。それもう堀江が巻かれてる、うん、巻かないのにギュンギュンに巻かれてる。あの牛3つでひしめくっていう字ぐらい巻かれてる、うん、あのね、巻き寿司やと食べたら終わりやんか。それでも巻き寿司じゃなくても食べたら終わり。そうなんやけど、巻き寿司ってなんかそんな量食べれるもんでもないしさ、1本ずつ食べたって知れてるやんか。まあまあそうですね。やし、ちょっとまあ、楽しげな雰囲気を演出しようかなと思って。それはなんか常が楽しくないみたいな感じになってますけど大丈夫。いや、手巻き寿司をね、はい、パーリーをしようかなと思って。パーリーナイス。えらいことになってますよ。えらいことになってます。今日はもうだっていつも作ってるものの限界以上にかかってるもん。すごいです。このこれ堀江なんか破産したりしないんですか。これパーリー感すごいやろ。はい、うんうん、まあとりあえず、まあ、食べながら、はい、食べながら喋るんですか、うん、で最終的に堀江巻きを食べてもらってということにしようか。はい、はい、今日もううんちくも垂れずに食べるの。いや、巻き寿司食べる時にうんちく垂れたらいいかなと思って、うん、はい、とりあえずこの手巻き寿司ってさ、はい、家でする、はい、いただきます。ごくたまに、たまに、あ、する。最近してないです。で子供さんいるとするよね、多分。ってことはまあファミリーですること、堀江のみになってしまうね。そうか、うん、なんかちっちゃい子ってこんなん好きなんやなと思って。ああ店長にはできへんな、これ店長負けへんな。なんで店長あんまり働かない店長で有名なんで。マキーだ、とりあえず。よいしょ。これ梅肉ね。これね、はい、まあいつものことながら、うん、私車の中で、うん、聞こえてますか、俺の声届いてますか。なんかね、今日声大きくするんですって。するんですって。うん、うまい、うん、聞いてるわけですよ、うん、前回のやつも聞いてたわけですよ、うんうん、前回のやつを聞いてて、巻き寿司、次巻き寿司やっていう話になって、うん、これ忘れた。何忘れた。どっか行った。どれしようかな。あ、でもこれしよう。種用紙、わさび、はい、うん、巻き寿司やっていう話になって、うんうん、ありがとうございます。聞いてたら、うん、あ、でもここにしよう。こう節分とかにせよとかってこう俺が突っ込んでて、うん、そんな突っ込みしてたっけ。なんかしてましたね、はい、で堀江さんが、うん、せやな、なんでこんな夏真っ盛りにって言ってたってことは、うん、まあまあ暑い時やったんですね。ね、あれね、8月ぐらいに撮ってた。調べたら、へえ、今8月か、まあ、今もう12月になろうとしてるよ。どっちか言ったらほんまに節分待った方が良かったんちゃう。待った方が良かったかもしれない。それぐらいのタイミングになっちゃったけども、ね、うん、はい、まあいろいろ大人の事情もございまして、大人の事情がございましたというか、うん、単に忙しくて収録の時間が取れへんかったというだけの話なんやけどもね、はい、誰が忙しいんですか、誰が犯人ですか。誰が犯人ですか。トムコか。いえいえ、スティーブンか。
何人ね。何人ね。もう実はトムコースティーブン若林だよ、ね、もう誰かわからない。どんどん名前が増えていくっていうね。マヨネーズ。皆さんさ、巻き寿司、巻き寿司とか手巻き寿司って何入れはんやろな。何入れるんでしょうね。まあ何でもいいっちゃいいですよね。今日あるネタはですね、ゆうちゃんもマヨネーズ狙ってる？はい、狙ってます。今日あるネタはですね、はい、まあ細く切ってない平べったいそのまんまの錦糸卵とかね、はい、あとまあ生ハム、それ生ハムや、うん、でも貝割れとか、うん、きゅうり、アボカド、うん、でまあこれ豚バラのしゃぶしゃぶです。出た、うん、で空想レストランといえばは豚バラ、うん、ね、でまあレタスとか、レタス言ったか、あとまあお魚はイカ、カツオ、タコ、マグロ、ハマチ、サーモンですね。うん、これでこのサイズでさ、うん、このサイズ普通なんかしはるみたいね、うん、でもそれにするとあの海苔ばっかり食べてるやんか、うん、やし、ちょっとそれを半分にしてラジオでこのサイズ、どのサイズ、どのサイズ、あのね、大きいね、寿司羽っていわゆるあの手巻き寿司用に、手巻き寿司用じゃないな、巻き寿司用に売ってる、うん、あのサイズをね、4分の1にした状態で今日は提供しております。うん、美味しい。これ分かった、美味しい。餃子の時とか、うん、卵かけご飯の時とかもそうやったけど、うん、俺らが食べるのに一生懸命で、うん、全然喋るの広がってへんな。広がってないよ、進んでないもん、うん、話が。なも、何やったら、もう一回モノマネしようか。いや、いいわ。こんなモノマネもなんか微妙によく分からへん。分からへん、うん、似てるから。でもいやー言ってますから。そんなん言ってましたっけね、私。それ後で聞こう、うん、はい、いやー何これ言ってますから。誰今、花沢さん。完全ほんまやね、完全にもう大阪弁の花沢さんみたいになってる。いやでもね、この頃ね、うん、サザエさんって結構声変わっていってはるじゃないですか。サザエさんと言わずね、うん、いろんなアニメの声がね、だって、まあ、ドラちゃんかって変わってるしさ。そうですよね、信代や思ってたらわさびになってるもん。えらいこっちやよ、俺信代からわさびへ。どういうバトンタッチやねん。これエクストラトラックちゃいますよね。なんか普通にこうエクストラトラックみたいな気軽さで喋ってるけどさ、これエクストラトラック違うよ、うん、本編ですよ、ま、本編ね、本編です、本編です、本編本編って本編ですよ。ちゃんとマヨネーズプリーズ、はい、ありがとうございます。ちょっと待って、ちょっと待って、あの何はい、まあ、よくね、車で聞いてるんですけ ど、あのこの前頑張ってちょっと探してきて、うん、1回目とか2回目とか聞いてみたんですよ。はい、1回目なんか特にね、うん、ちゃんとね、うん、ちゃんとこうラジオ番組をするぞっていう2人の、うん、ラジオの定義してるよね、なんかちゃんとテンションでこう、うん、向こうに誰かがいるよ、リスナーがいるよっていう体で、うん、はいどうもってやってるもんね、うん、でそれを聞いてから前回のとかを聞くと、うん、もうただのあのダダ喋りやろ、雑談してるだけですよ、うん、なんか届ける気がない、うん、ちゃんとやりましょうよ、ちゃんとちょっと若林ちゃんとやりましょうよ。じゃあなんでお前自分はやってるけどもお前らがしてんみたいな言い方してんねん。あなたたちのせいですみたいな顔してるけど。はい、それでは皆さん、はい、いいか、皆さん行きますよ、ラジオのように、うん、うん、ラジオのように、はいはい、ラジオのように喋ってください。ください、結局自分は何もせえへんのかい。私今食べてるので。やっぱそうなのかい。だからそれがいかん言うと。で3回目から若林が来てるんですけど、うん、これなんかもう思い出を語るみたいな話だったんですけど大丈夫ですかね。まあその今回ね、はい、実はその19回目やんか。そうですね、でもう次が記念すべき20回目なんですよ、言うたらシーズン2のキリ、はい、なので、今回ちょっとあの次回に向けて思い出を語っていこうかなっていう感じでもあったわけ、うん、やし、まあ、あの方向性としては間違ってないので、うん、いいですよ、1回目からの思い出語ろうか、うんうん、これまあ聞いてる人聞いて面白いかどうかよくわからへんけどさ、何調べてきたの？え、調べてきたやったら何か言うて。あ、調べてきたこと。それは何、巻き寿司について。巻き寿司についてなんで後で言いましょうか。おうおう、いいよいいよ、今言う。今行きますか、うん、
で、まあ、あの振り返ろうっていうことになったので、うん、このノートで1回目から振り返っていこうとしたんです、今、うんうんうん、でもあんた、まあ、あんた出たの3回目からやからな、はい、あ1回目は振り返れへんしな、そうでしたね、あ、私3回目から、うん、1回目2回目を聞いてうまそうやったから入れてほしいって入ったもんな、はい、これ何回も話流ってますけど、うん、何だっけナポリタン食いたくなって何食ったんやったっけ、うん、ナポリタンが食べたくなって冷蔵庫を探したら酢豚が出るんだっけ、酢豚か肉団子かなんか、ね、食べたんですね、うん、2つどっちかを どっちとも言ってるような気がするんですよ、うん、酢豚やって言ってる時と肉団子やって言ってる時が要はだから甘酢やったんやろ、甘酢やってんけど何か覚えてない、あのね要はねレトルトでした、うんうん、そこは聞いてへん中身なんやったいう話、うん、なんかねカットした野菜はありましたね、うん、酢豚もあるな、うん、肉団子の甘酢も入ったな、多分買ってくるとしたらね、うん、肉団子のようなレトルトでしたっけ買ってきたあったやつじゃないね、家にあった、ああ買ってきて置いてたっていうやつなので、ね、でもね多分あの早くに言うてる方が合うてると思います、早くに言うてる方どういうこと、で記憶が新しいから、ね、最初に言った方ってこと、最初に言った方でもね、なんかね、その話をするときは大概堀江氏が言うてるんですよ、うん、肉団子食べたらしいなとか酢豚食べたらしいな、俺が間違えて言うてるのをもう享受しちゃってるってこと、もう若林はそれを覚えてるってことですか、私かもね、あ結局ね本当は何やったかっていうところが謎めいてるんだけど、ぼやっとしてる、何だったんでしょうね本当はえ忘れたほんでもう忘れてんの、でも確率としてはでも多分肉団子と思います、んそれはなぜ、なんで確率的に肉団子っていうことになったん、え記憶に肉団子かの方が食べてる、私は買うとと思います、だから買うとしたらね、はい、そうなんです、そうそう、ほんでまあそんな初めて来た時から、うん、はい、もう若林それをまた3回目とかを聞いてから近いやつも聞くと若林の砕けっぷりもなんかもうえらいことになってるよ、うん、なんかもうなんやろうな、なんかさ最初はさ女優さんでモデルのって言って紹介してるからさ、うん、ある程度その自分もな、はい、あのその体を保とうとしてんねん、そうですね、3回目5回目ぐらいまでは、うん、だって1回ね、うん、一番初めに来た時ってね、うん、初めて会ったんですよ、ユージさんにここで、うん、堀江さんにはそれまでにもお会いしてるんですけど、うん、だからそりゃよそよそしいですよね、うん、ねえ言われても、うんうん、取り直すっていうかさ、はい、もうほんまねガチで食べ過ぎ、そうだって巻き寿司何食べてんのか分からへんよ、分からへん、巻いてるものぐらい言おうよっていう話じゃないですか、説明せんとさ、これ組み合わせとか言った方がいいんじゃんの、巻いてるもんの、でもそこは空想でいいんじゃん、空想レストランやし、うん、そこ空想でええの、うん、だってほらさっきさお魚と肉とみたいな話したやんか、うんうん、こう見てたらさ、うん、魚ほとんど減ってへんかってさ、うん、つこてんのマヨネーズばっかりでさ、人とも、うん、なんでこのマヨネーズの取り合い入れ替えてみましょうか、入れ替えるか、うん、入れ替えても一緒なんだけどはいはいはい、うん、魚とそれ以外のもの皿が入れ替わりました、入れ替えましたね、うん、魚が近くなったこれ、うん、だから魚を食べるよ、うん、これご飯これどんなきゃんのこれ、これねご飯今日はね実ははい、5合炊きました、えで巻き寿司用に使って、うん、あと残りです、残りだから4合半ぐらいある多分これまたえらいことなのじゃん、うん、だってどうせ食うやん、本気出したらあかんパターンじゃんこれ、うん、こういうのってね、うん、ついついねこういろんなのをこう試したくなるから、どん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 ね食べてしまうっていう。今ねレタスに生ハムでアボカドいったろうかなと思ってんねんけど。ああ。どう？これはやっぱりマヨネーズか？
結構さっきからどれもマヨネーズですマヨネーズしか入れてへん気がこれはやっぱりっていうかどれもやっぱりマヨネーズマヨネーズはだから入れといて、うん、まあ、醤油もつけて食べるみたいな。ああそうやね、そう、はい、そうですね。これでもちょっとそうだよ、マヨネーズこれ2つぐらいあった方がいいか大丈夫大丈夫もうねいつも以上にグダグダなんはもう目に見えてる。サーモン言うた、入れるもん言うた。はい、これなんやろね。しかもさ外がさ、うん、もう結構な雨でさ、雨です、ね、さあ言うてる寂しい感じのとこでさ、うん、マイクに向かって弱い40の人間が3人集まって、うん、もう俺となってはもう50の声を聞こかちおっさんがさ無言で手巻きにしよう。でこれ3あ、でもこれ生ハムとアボカド美味しい、うん、それは美味しいです。ちょっと私今これとこれサーモンとアボカドとマヨネーズ、マヨネーズやっぱマヨネーズね、マヨネーズなくなるねこれ。これねやっぱり豚バラ美味しい、うん、すごい合う。地上からマヨネーズがなくなるんじゃないかっていうぐらい使ってますけど、うんうん、うわこれね、はい、手巻き寿司って、はい、俺らちっちゃい頃ってあった？あの頃からですよ。どの頃か CM で巻いて巻いての頃から、はい、あの辺からちゃいます。お家でそうやってこうやってやるようになったのは、はい、やっぱそういう食品会社がこううまいことやりよったんか、やりよったんか、はい、あれありがとう。そうやと思います。あれ何の CM？ お酢の CM やったの？これ私の、うん、あれでしたっけね。そうやな、三つ缶やもんなあれ CM。あー、うん、お酢や、お酢や。でもあれやな、寿司酢を売るためだけにすごいキャンペーン払はってんな。だから、うん、あの頃だからその人気のあったトンネルズを使ってね、うん、でしたよね。でもそれってまだ覚えてますよね。覚えてる覚えてる、あのフレーズは。でそのその後のトンネルズの番組で見たのを覚えてるのか、うん、実際に CM で見て覚えてるのかもわからんぐらいやもん。うん、せやろ、うん、が変身する時、そう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 ですよね。あれでさ、あなんかぐるぐるやってましたね、うん、チビノリだとさ、うんやってたのしかそっちはいい、うん、どっちなんやろ。俺ほんまに CM は木梨のりだけやったか、うん、違う人やってなかった。空想クイーン手巻き寿司の CM で、はい、うん、起用されていたタレントさんは誰？うん、マグロでマヨネーズいった。うん、美味しいやろな、うん、いやクイズでしょ。何が？うん、ていうかマヨネーズがうまい、うん、ていうかそのマヨネーズと豚バラってやっぱりええんや。そんでいやマヨネーズとご飯っていうのが、うんですね。もう俺らあれやな、やっぱり豚バラあったら損でええんやな、うん、ご飯と豚バラ米と豚バラってかけるもん何ってマヨネーズってええんやん。そんで、そうなんですね。こっから来シーズン、うん、第3シーズン、うん、ずっともう豚バラとご飯だけ食べようか。豚バラをどう食べようか、うん、どう食べるかなるほどありやな。ありですね。ありやな。そうしようか。楽しそうですね。マジでそうしようか、うん、毎回豚バラ。まあただあれやで、今までの中でも豚バラや、相当豚バラや。豚バラ豚の腹なくなるんちゃうかっていうぐらい豚バラやからねもうあの聞いてる人にしたら、うん、今さら何言うとんねんじゃん話やで、うん、お前らあんだけ豚バラ食っとったやないかと。何に入ってましたっけ。さあ思い出してみよう若林。豚の生姜焼き、うん、焼きうどん、うん、ね、だいぶ間飛んだな最初と最後言うたら直近やん焼きうどん。はいはいはい。
振り返りましょうか。振り返りましょうか。完全にノート見とるやん。カンニングやん。第3回豚の生姜焼きでしょ、はい、で、そっから直近まで先飛んだほんなら。そうでしたね、間がなかったです、ね、あ、俺今普通にタコだけお醤油つけて食べちゃった巻いて食べて、うん、海苔で巻いて、うん、頭の中で巻いてる、空想の中で巻いてる。ご飯食べんでもいいから海苔で攻めて巻いて、うん、肉じゃが、うん、野菜炒め、野菜炒めの時で豚バラは入ってない。ハンバーグ、あ、私ここ来てない、火薬ご飯、バイト休みって書いてある、うん、はい、で次はお好み焼き、うん、海が入ってるんじゃん、バリバリ豚バラや。次が、うん、お鍋。鍋なんてやった。鍋なんてやった。何鍋した。ね、すみませんけど何回か前にね、お鍋したっていう話をになって、うん、俺が鍋なんかしたって言って、うん、俺に黙ってしたんちゃうとかっていう話をしてたのに、うん、今度はあんたが忘れてる。全く覚えてないわ。なんかラーメンとか入れましたよ。あ、入れた。じゃあ反対やだから。ほんまにさ、これまるまる反対の状態やったんやん。そういう、そうやって言われて俺も、あ、そうやって思い出した。せや、入れたわ。ほんでまあ次あたりあれやろ、またゆうちゃん忘れんねやろ。うん。多分。で俺が聞いた境に覚えててみたいなやろ。うん。そうしましょうか。エビチリ。エビチリ。エビチリは入ってない豚バラな。筑前煮。筑前煮も入ってる。筑前煮鶏やった。鶏でしたね。ハヤシライス。こ、う、も、ん、違う。肉入ってないとか言ったもんな。うん、ホリエライス。ブリの照り焼き。うん、餃子。あんま入れてへん。オムライス。あんま入れてへん。あれなんかこれはちょっと遠のいてますね。なんであんなに豚バラ感があったんやろ、おいら自分で。この前やったからっていうだけの話になっちゃう。でも豚バラってすごい、すごい毎回言うてますよね。豚バラ、豚バラ、うん、今日は豚バラでねって言って、うん、豚言うたらもうバラしかとかいう話を言ってましたね。それただ単にだから直近がそうやったからそれを覚えてるだけなんちゃう。そう覚えてるだけなんかな。ダメですねうちらはね、もうね、もうあれやな、まあ、ある意味毎回新鮮ですよね、まあ、新鮮やけど。そうです、ね、だいぶあれやろうか、そのあかんようになってきてんねやろうか、うん、自分らが、自分らが、うん、それは何が、何に対して、記憶が、人として、うん、人間として、人間として、まあ、人間としてはもう何かいいかあかんかって言われたらあかんやろね。あかんな、うん、こんな簡単に認めるもんなんですね。すごいですね。ど真ん中があったとして、全人類を真ん中でこう方で分けたとしたら、どっち側に入るかって言ったら、あ、そうですね。トムコさん確実にあかん方に入るよ。あ、そうですね。一言みたいに言うてる。そのようですね。うん、ハマチこれ。うん、ハマチ、ハマチ、大葉、タコ、これマヨネーズ。うん、あ、それもマヨネーズいった、うん、いいよこれでもやっぱマヨネーズ、タコ、シンプルにあのカツオ、大葉、ちょっと多めのわさびみたいなんで言ってもね、うん、これ美味しいです。タコ、大葉、うん、マヨネーズ、マヨネーズいくんや、何いくの、お醤油、うん、マヨネーズ、やっぱマヨネーズと醤油とご飯だけで俺ら暮らしていけるん、うん、だいぶ必要なものっていうのが分かってきましたね、うん、え、どういうこと、それ何、豚バラとかマヨネーズとかってこと、はい、はい、ご飯とか、うちらの、白ご飯と、うちらの人生において必要なもの、はい、食べ物として、まあ、米はマストや、うん、はい、どうしてもいる、うん、ね、なんかこれ今日あれよ、新米のコシヒカリよ、うん、だって美味しい、なんか取り直す大丈夫、取
トモコさん、うんうんうんってもうしかもちょっと離れ気味でね、うん、マイクからこう離れていってこうソファーに体を預けながらマイクになってくれる遠くの方に行きながらうんうんうんって口を開けて喋るわけでもなくマイクに近づくわけでもなくちょうど噛んでるとこやったんですよ、うん、ノリを、うん、若林さんセンターやからね、うん、言うとるけどそうや空想レストランのセンターやからセンター、うん、センター真ん中の人空想レストランの真ん中の人って言ったら若林さん若林さんやから、うん、分かりやすいですねでもそれは、うん、分かりやすい3人やからセンターが堀江と雄二の間とかっていう書き方はされへんから大丈夫そうそうそう誰やったっけそれ？二郎さん。めちゃちゃうわ。どっちやったっけ？二郎さん。あれもすごいなんかもうショートみたいな扱いやったもんな。ねえ、すごかったですね。あの話もおまけの話やったっけ？おまけのコーナーやったっけ？うんうん。だってそのグレーを知ってる人らにしたら何を今更言うとんねんちゃう話やであれまあそうでしょう、ね、俺ら3人ともがたまたま3人が3人とも全く知らへんかったからさグレーをよく知らない人たちが集まったからねけうな例ですねそうやな多分その3人おったら1人ぐらいはグレーのメンバー知ってるよ普通、うん、それが全然知らへんねん、うん3人とも3人とも写真見ながら違う人違う人の名前言ってたからねこれが二郎さんやこれが久志や言ってたからねだって俺あの二郎さんっていうメンバーがいることすら知らんかったからね、うん、最終的に萩本さんは久志って言うんやでっていうので若林さんそうなんですかって言ってたからねなんてダメだよやなダメなんもうあのあたりで、ね、特によく分からなかったです私どういうことですか最後のその辺の話もうなんかやりとりなんか誰がなんか何言うたんのって思って何言うたんのかな思って言ってそりゃもう軽く悪口言うてるから何言うたんのかな思ってあの時はでもどちらかというと何言うてるか分からへんのはあなたやからねだいぶ分からんこと言ったよねこれちょっと待ってくださいどうでもいいですけどこれ本編で前回のエクストラトラックの話をぶり返すっていうのはどうなんですかこれ本編ですよねこれ19回目の19回目やで19回目の本編で20回目やで19回目の本編でただ18回目のおまけのコーナーの話をぶり返すっていういや本編じゃなくて、ね、その本編の話を持ち出すならともかくそれでもちょっとどうかと思うけど、うん、おまけのコーナーおまけのコーナーの思い出話をしちゃってるでねさっきからね、はい、全部中途半端ですよね何が振り返るのも中途前回から主語がないのよとりあえず何か何がかが分からん前回からじゃああそうか、うん、ずっとねずっと、うん、この人主語ないね主語ないね、うん、じゃあこれからは主語を言うていきましょう、うんこれは何のことですよって言うていきましょうって、うん、俺らは人ごとちゃうやんあんたの話をしたんだ私か、うん、空想レストランのセンターなんやからトムコーその人やあでもあのなんでトムコーって言われてるかっていうのも、うん、多分本編じゃないですよ違うよそう違う違う誰も何のことかよく分かってんと思うよあれだからおまけのコーナーをちゃんと聞いてる人でないと意味が分からへんと思うし、うん、ちゃんと聞いてたとしても分からへんと思う、うん、トムコーねトムコーだってもうほんでトムコーないし、うん、ですよね、うん、あの時ってあれ違いましたなんか500円持ってだからどうでもいいですけどだからなんで全部おまけの話を全部ここで今19回目の本編でおまけの話を振り返るのじゃあ本編を振り返んやったら、うんその20回目に向けて思い出話しようかって俺は言うたけどそのおまけのことを言わんで今本編思い出しましょう、うん、思い出してまた出してきた思い出してる、うん、本編そんな前からじゃなくて11回目ぐらいからで、うん、第2シーズンを振り返ろう、うん、第2シーズンを振り返ろうそうしましょうそうしましょうけじめつけよう、うんちゃんとけじめつけていこうでこれ11回目っていうのが分からなかったお鍋ですよお鍋やんそれが11回目か12回目何してるの新年会みたいにしてたんですよね確かせやだって飲んでたもんそうですそうです違うやろいや飲んでたもん飲んではりました
お鍋してたのそんな時期？うん、うん、ちゃんと調べて。そうですよきっと。そうやって。そうですよきっと。だってそうじゃないとお鍋しませんもん。うん、その前は何？リアル、リアルですよ。あ、リアル7月ですけど。やろう？絶対違うで。え、じゃあ忘年会かな。違うってそれも。あれ？そんな時期？違うってその後お鍋の後。筑前にエビチリかなんかの時に、うん、あちょっと間エビチリ違う2月13日がエビチリ、ほらやっぱりだからこんな新年会ちゃいます調べてみんやちょっとだから去年のやつやろ多分ね11月ぐらいですよ。そうですか。11月ですらないでこれ多分。あ、10月1日。え？ 10 月1日に？うん。お鍋してました？10月1日以降ってなかないかな。うん。だってしばらくないもん。ほんな新年会言うてたんいつでした？違うってだからそれは多分、うん、筑前煮かなんかの時ちゃう？ちゃちゃちゃ。うん、エビチリとの間エビチリの時に何でこんこれ何言うかさ、いやちゃうねん、その調べとけよちゅう話だエビチリの時に久しぶりやねとかってだいぶ相手会うんですよみたいな話になって、エビチリはこれ2月23日あ13日あれみんな大丈夫か、あしてるわ13も23もしてんねん。13で続いてるんちゃいます？筑前煮や23、うん、だここまで間が空いたから久しぶりで2月になってるけどもなんかもう新年会みたいなもんなんです、うちらはっていう。おお、でもお鍋の時に飲んでたイメージがあるのは何ですか？それは普通にお鍋食べてたんですかね。飲んだな飲んだじゃんでその後またすぐこう3月9日にやってるの、ハヤシライス。うん、そっからなんか詰まってません？だいぶ3月9日にやって23にやってすごい。そうです、そうです、あのスピードアップしてた頃ですね。スピードアップしたで急にスピードアップした前からその後続かへんかってまだガバッと開いてん、開いたよ。そう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 、そうでした、そうでしたでもだからその時に、うんうん、その時もやエビチリの時の会の時を聞き直してください、うん、その時にえ鍋、その時に多分俺が鍋を忘れてるんですよ、何やったか言うて、で鍋やったとかいう話をして、キンキンは何やったって話してた、俺鍋食ってへんみたいな話をして、うん、であれほんでいつやったかいなみたいな話をして、12月ぐらいやったんちゃうみたいな話をその時にしてるんですよ、はあ、で調べたらなんかもうちょっと前やったっていう話やったっていう、その時にもいつやったか分かってなかったんですね、まあ、そんなことは結局重要じゃないということで、ね、分かってないね俺、うん、何も分かってない、何も分かってない、うん、だってもう自分らが食べたことすら忘れてるって、それはもうやばいよね、うん、もうだいぶあかんようになってる人やで、人やで、うん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 、そうか、あかんようにならんようにしてる、あかんようにならんように、うん、どうしたらいいの、どうしたらいいの、もう振り返ったの、ほんでお鍋振り返らなあかんじゃん。あ、そうですね、今振りかでも今バーッと振り返りましたね、スケジュールを見ながら、うん、スケジュールを振り返ったね、はい、去年の年明けぐらいから3月ぐらいまで俺のスケジュールがびっちりやったってことが今自分で分かったわ、うんうん、忙しかった、すんげえ忙しかったな、堀江が忙しかった、うんうん、そうでした、数々の企画もしてましたねしたかちょっと待って、提案だけは、そうや、今日あのキーワードの最後言わならんじゃん、うん、そうですよ、じゃんじゃんってなんやねん、これか、はい、ちゃんと調べたんや、間違えて2回言うたりせんように、書いてあるんです、よかった思い出して、実はね、うん、私今日あの久々やったじゃないですか、うん、あれノートどこに片付けたっけなと思って、うん、っていうか、あい言葉最後これ何やったっけなと思って、うん、食ったん、
で、うん、いやノートを探すとこからです。ノートを探すとこからか、はい、でノート見つけて、うん、よかったと思って、これにちゃんと書いてたわと思って、あ、書いてあったんや、はい、もう最初の段階で書いてた、どこで何を言ったかっていうのを順番に書いてたので、うん、過去の若林は未来の若林を疑ってたわけやね、もう、うん、書いとかな絶対忘れる、未来の私は覚えてる、はい、忘れると、はい、と向こうが覚えてるわけないと、はい、覚えてるわけないって言うて書いてたノートが行方不明やったっけ、あかんが一番あかんパターンやね、うん、書いたメモなくすみたいな、それですねでもまあそういうことってありますね日常、うん、あるしあかんやな、これなんか終わりそうな雰囲気になってますけど大丈夫ですか、うん、でもさっき言うとく巻き寿司についてですか、うん、っていうか、あーキーワード、キーワード、うん、今日のキーワードはレ、レモンのレ、レレレのレ、レンタカーのレ、レンタカー、レンタカーレ、狭いとこ来たな、うん、はい、過去これ5回、今日で5回目、5回、うん、はい、過去5回を、遡っていただいて19、18、17、16、15回目から、はい、一つずつねよう聞くと今みたいにあの何気ない会話の中でペロッと言うてますんで、うん、はい、それを、並べ替えていただいて、はい、そのままではあかんやな、はい、あれ確かそのままではあかん、うん、はい、並べ替えていただいて、まあ、あれ確かなってもう忘れてしまった企画そのもの、うん、並べ替えていただいて、はい、次の記念すべきセカンドシーズン10回目、はい、どこでやるかまた告知させていただきますけれども、うん、決まっている今現在決まってないっていうね、その時に何をするんですか、これではないかと、いや、うん、ついも、せっかく今ね、堀江カレーをお店でお出ししてるので、はい、それをちょっと普段ちょっとね金曜日のお昼っていうあの若干来てもらいにくいタイミングでやってますんで、うん、ちょっと来てもらいやすいタイミングにちょっとずらしまして、はい、それをまあ20回目の収録とさせていただこうかなと今のところ思っております、思っております、うん、思っておりますので、その時にあのキーワードはこういう風に並べ替えて正解違うかと、はい、この3人の誰かに言っていただいたら、はい、それなりのもんを何か差し上げようと思っておりますのでそれなりが、はい、何がええやろね、何が欲しいんやろな、みんな食べ物やろうか、えあれなんかカレーのトッピング言ってたんちゃうの、うん、うん、って言ってたんやけど、カレーのトッピングってもろで嬉しいんやろうかと思って、え、何、あ18金のなんかとかグッズ作りますまた出た、出たグッズ、何それ、空想レストラングッズ、空想レストラングッズそれこそ欲しいか、それこれでもどうでもいいけど、ちゃんと合言葉言ってくれる人いるんかな、うん、いんかった、寂しいなあ、そこは、うん、ね、桜を仕込んどくの、いやもうあのね、うん、来てくれはるという段階でもう一回みんなに言うときましょう、何、何、どういうこと、どういうこと、合言葉言ってくださいってちゃんと喋って、なんでその最後の大事なとこを尻すぼみしたの、言ってしまうじゃないここで告知をするときに合言葉があるから、うん、前振り返って5回聞いてねって言いましょうっていうことやね、ああそれを言ったのね、そういう意味やったんですけど、うん、今自分でもうちょっとで、ね、そのまま合言葉をね、これこれをめっちゃ急いだやろこれこれをってちょっと今ドキッとしたもん、うん、やっぱり、うん、私も気づいてくれてよかったわ、うん、私もドキッとしてましたいやいや、やめてほぼ丸1年かけて頑張ってやったのに、やったのにここであんたが全部正解言うてどうすんの、うん、そんな親切な、まあ、それもあれかな、これさ、たださ言うてしもて、はい、言うてしもたにもかかわらず誰も言うてけへんかったら嫌やなこれそれはねちょっと、いや皆さんちゃんと言ってくれはりますよ、来てくれはる方は、なんで自分を慰めるように言うてんのと思いますよ、うん、思います思います、これどれぐらい聞いてもらってるんですか、空想レストラン、どうなんやろ、だってさっきさその、はい、この後
空想レストランの収録なんて巻き寿司の思い出ちょっと教えてくださいみたいなことをさ、ツイートしたんやけど、はい、あのリアクションゼロやねんか。あ、私でも今あれですよ、ここ来る前に打ち合わせ行ってて、うん、そこで言うたら、うん、あれ腹立つねんなって言われましたよ。何あの何どういうこと、どういうこと。お腹空いてる時聞いたら腹立つねんな。あ、そういうことね。それはよう言われるわ、うん、でそこで巻き寿司のことを言うてて、うん、いろいろ聞いてきました、うん、違うかな、だからそういうことじゃなくてちゃうやん、ツイートでなそういうのを頼んでも全くそのリアクションないってことは、うん、聞いてもらってないんやろかと思って、うん、もうなんすか、ただうちらがご飯食べながらしょうもない話をしてんのを、うんうんうん、しかも誰も聞いてもらえないところに向かって投げかけてるっていうことですか、うん、もうあれやな、その宇宙へ向けて発信してる感じやもんですね、うん、いつかほんならそうですよ、お子さんちょっと喋る時は食べるのやめてもらえません、まあ、タイミングよくいつも食ってるよ ね、 なんかこう話盛り上がってる時は食ってるよね。堀さんヒゲ伸びましたよね、うん、ちょっとこうヒゲ伸ばした方がシェフっぽいかなと思って、何回か前の回でヒゲなくなったって言ってましたよ。そうそうそう、あれからはあれから伸ばし続けてる、あれから伸ばし続けてる感じ、うん、こんななるん、あのすいません、思ったんですけど、うん、そんなひっくり返ったからひっくり返っても顔になるみたいな顔じゃないで、これそんな言うてなんやなあの思ったんですけど、ゆうじ、ん、さん、うん、結構話ポンポン違うこと突っ込んできますよね、うんうん、なんか話題変えますよね、ん、あんたがそれ言うたらあかん、なんでなんでですか、なんでですか、あんたがそれ言うたらあかんって多分前のみんなも言うてある。いや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 、私結構あの私結構ね、うん、話受けてね、うん、回答してるんです。私ちゃんと相手してやってるんです宣言、回答してるんですよね私。でも話題をこうぶっ込んでくるのは、うん、ゆうじさんが多いですよね。あかんの？いや別にあかんって言ってないです。あかんみたいな言い方もそれ。だいぶ食べたね。でもあかんことないですよ。これだいぶ食べたとこでさ、悪いんやけどこんなんもあんねん、うん、それでもあれやんな、あかん人いるよな、うん、あのでもこれだけやったら単品やったらいいんです。ね、まあもう続けて聞いてもらってる人がいるかどうかも分からんから読んでもどうなんやろと思うけどさ、自虐的になってきたねこちらの発言がもうなんか、若林さんはね、この音でみんな分かんのかな、納豆がね、納豆がダメっていうことではないやんな、納豆自体は大丈夫なんやろ、納豆に何かが混ざんのが嫌なんやろ、ご飯の上に納豆が乗ってるのは、はい、ダメなんです。いやそれが分からへんの。けどでもずっとよくよく話を聞くと、納豆自体も別になんか体にいいかな、大人やから食べなあかんなみたいな感じででしか食べない、はい、ここ何年か前で食べれるようになったのは、それ別に好きとかじゃないっすよね。そうやの、食べた方がいい、食べた方がいいっていう意味が分からへん別にそんな無理してまで食べんでええんちゃう、うん、納豆、納豆に失礼や。納豆に限らず、うん、食べた方がいいものってあるじゃないですか、まあ、あるけどな、あるけども、発酵食とかは食べた方がいいでしょ、うん、あるけどさ、うん、別にその納豆そんな好きやないのに無理して納豆食べられたら納豆の立場どうなんやちゅう話やで。でも敬意は表してんの、はいどこら辺に納豆は、うん、嫌やなと思ってもいいと思うから食べる、うん、それさ、その人間に置き換えたらな、 あの人のこと別に好きじゃないんですけど好きなふりしてますっていうことなんやろ。違います、好きなふりじゃないです。サムのダンスはわざわざ見たくはないけど体のためにはいいかなと思っていい、DVD 見てますみたいな感じやな。ちょっと違いますね、そこはちょっと違います。人間に例えんでもいい、うん、わあ。納豆巻きうまい、絶対うまい。これさ、その巻き寿司でな、さっきも話あったけどさ、あの
カリフォルニアロールとかあるやんか、うん、はい、はい、ああいうのってないつ頃からなんやろと思って調べたらさ、はい、はい、もう明治時代ぐらいから、明治時代からカリフォルニアロール、いやいやカリフォルニアロールは最近の話やねんけど、うん、明治時代ぐらいからその巻き寿司の具としてこうハム、うん、その頃はハムって言わへんの、コールドミートみたいなやつを巻いたりとかしたそのレシピが残ってるみたいな。うーん、変わったもん巻くっていうのはねそんなに新しい文化ではないみたいな。それこそカリフォルニアロールみたいなもんって1970年代入ってからやんか、向こうで流行って客輸入されたみたいな形やから、うん、あの辺はまあ新しいんやろうけど、その外巻きの中に変わったもんを巻くっていうのはなんか昔からあった文化みたいよ。なんかはい、うん、いいです調べてみた巻き寿司とは、はい、まあ、って載ってたのは、うん、お寿司の一種、うん、巻き物、のり巻きとも呼ぶ、うんうん、一般的には巻き酢の上に海苔、その上に酢飯を広げて具を乗せて巻く、うん、太さの違いにより細巻き、中巻き、うん、太巻きと違う呼び名がある、うん、近畿地方には細巻きがなかったことから、うん、名前の区別がなくそれら全てを巻き寿司と呼んでいる。そうやね、だからな、そのあの細巻きってあるやん、カッパとかなんか一本のシンコとか、はい、うんうん、あれって江戸前の文化やねんな。うん、だからその江戸っ子ってその息を大事にするやんか、はい、だから中身シンプルにしてペッと食べれるのが好きやって、細巻きがまあ文化としてあって、で関西に細巻きないのは関西の人ってあの派手好きで、はい、その贅沢なことを好きやから中身がどん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 増えて細くなくなっちゃったっていうのが今の太巻きになってねて、だから元々巻いてへんからな、関西の寿司ってあの箱寿司やんか、押し寿司やん、バッテラとか、ああそうですよね、だからあれってその具一つしか食べられへんから、うん、巻き寿司にしたらいろんな具入れられるやんって、はいはいはい、こうどういうの、超ブルジョワみたいな感じでどんどん具を増やしていかはってん、はい、で納豆を私の前に置かないでくださいみたいな今のその太巻きっていう文化になったんが関西がメインやっていうのはそういうことみたい。へえ、なんかどっかの地方であれやんな、その飾り巻きみたいなんがあるよね、こう切ったら金太郎もみたいにこう花になってるやつ、ね、あで今あれですよね、そのデコっぽい感じで、うん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 、そういう巻き寿司でなんかこういろんな、うん、ね、模様を作ったりとかありますよね、なんかそれの大会みたいなのもあったよね、はいはいはい、なんスクールとかもありました。今だってその海外での巻き寿司っぽいもんってすごい、はい、すごい種類あんで、何やったかな、なんかバナナ巻くやつとかもあんね、モンキーロールかバナナ巻く、うまいんやろかと思ってあれ、ご飯とバナナでしょ、うん、まあご飯とバナナやし、そんなあの蒸し料理もあるからな、あインドネシアとかな、まあ、ありはありなんかもしれんけど、うん、へえ、日本以外でもその発達したんはやっぱりその握りみたいに職人技がいらへんかったりとか、習得する技術がそんなにいらへんねんしな、うん、ちゃんと喋れてせっかくそのちゃんとこうゆえんをしゃを喋ろうってもあかん独り言みたいなね、独り言噛むっていうかもどうしたんですか、やかましい向こうやかましい私静かやのにあかんやんだからその人がさわーって喋ってる時をここちょっとばかりに食うのやめてくれだって、ね、愛の手も入れんと今作ってるんですよ、とりあえず生ハムとレタスとマヨネーズ、ね、向こうさんね、そういう時は、うん、決まってね、はい、声に出さんとリアクションしてんねんとかしてるやろ、してますか、うん、俺が喋ってて自分が食べる準備をしようとしてる時って、うん、はい、言葉に出さんとリアクションしてるやろ、これ聞いてもらわなかったからそれやあ
とりあえずその寿司まくってよ止めろ言うとできた置いた何これ多分ね何巻いてんの生ハムとレタスとマヨネーズまたレタスがなんかまたいるんだかいないんだかわからないぐらいの量入れるんやったらもうちょっと入れん、うん、生ハムとマヨネーズやほぼ生ハムとマヨネーズあ食われたおいしい食べられましたすごいねこれでもおいしい一袋10枚の海苔、はい、4枚4つに切って40枚、はい、もうこれもうあと 3,4 枚しかないですバランスが悪いね、うん、やっぱこうやってお刺身はお刺身だけで食べたりまあええけどな、うんうん、これほんまに今回成立してへんちゃうやろか、うん、ただ、うん、はいどうやったら成立してるんやろうっていうのも思う。そうや。だからどれが正解かはね、うん、はい、分からへんから、うん、はい、それから言ってこれが正解とは思わへんけども、うん、ずっと正解は出てないよね、うん、そう、そうやとしたら出てないよ、うん、ねえと思って。どうします？じゃあ何が正解を出すにはなんかコーナーとか入れてみたいんじゃん今。あ、よしこい、あ、よしこい、若林なんか入れてこい、若林なおかな、コーナーを考えるコーナ ー、はい、皆さんこんばんは。そうなん、ぶっ飛んでいくコーナーを考えるの、はい、はい、私アルバイトの若林直子でございます、はいはい、ですね、本日コーナーを考えるコーナーをやります。第1回目、はい、第1回目です。これはどんなコーナーかと申しますと、はい、どんなコーナーをやったらいいのかを、うんうん、考えるコーナーです、うん、なんかそれ誰が考えるの？その聞いてる人が考えてくれはん、はい、聞いて、はい、はい、他力本願かよ考えさすんかよ、決まらへんやん、ね、ここで本なら答え出えへんやん。だから言うてるやん、さっきからそのツイッターでさ投げかけても投げかけてもノーリアクションやで言うてん、そこでなんかお題くださいって言うても何にも多分言うてくれへんよ、はい、この人ら冷たいねん意外と。今日どうしたんですか堀江さん、何がそんなネガティブか、はいじゃあね、もう冷たいねん世間は。世間は冷たいねんで、頑張っていかなあかん。もう分かった、そのこの3人がねやっぱり大事やわ、はい、ん、うん、もう世間なんか信用できへん私8割方信じてるって言いましたよね前。何が？堀江さんのこと、うん、8割方な2割ない、2割信じてへんってことやんなそれ。その時も言うたけど2割はなんや、今どうすんねんそれ、ちゃんと全部信じようや、信じんやったら2割は何？例えば 何例えばどの辺のことは。何ですかね、何が私にその堀江さんを8割とさせるんでしょうかね。何と何を引いたの、何引いたんですかね。 20% 堀江の 20% は何でできてんの、何でできいや、時々わからないことを言うところですかね。時々わからないことを言う、難しい言葉とかとか、あ、そういうこと、ビーンボールとかな、当ててくるのか。ビーンボールがわからへんやろ、とりあえず。退場、退場ちょっと待ってくれ、コーナーを考えるコーナーですよこれ、うん、コーナーを考えるコーナー、うん、話を元に戻して、うん、だから若林直子が、はい、漢字に強くなるコーナーとかしたいんじゃん。そうや、あ、漢字に強くなるコーナー、あ、うん、私ね漢検3級です。何の自慢で、微妙に自慢なの、3級だと3級でいいの、自慢なのそれ、自慢になるのそれ、普通の人じゃん、微妙なところです、はい一番最初に受けるやつとかではないっていうか、うん、学生の子たちは今って結構持ってるでしょ、漢検定の何級何級って、あれね、私ね英検とかじゃなくて漢字検定も結構受けてますよね、みんな。へえ、そうなんや、知らん、知らん。でね、あれってね、意外とね、うん、大人になってから勉強したら難しいですよ。どういうこと、どういうこと、ね、私大人になってから取ったんですよ、うん、
受けてみようと思って、うん、感じやってみようと思って、うん、もう最近の話それは何年か前ですの話なんですけど、うん、もうねここまで来るとね、うん、書き順もね点打つとこもね、うん、癖ついてるじゃないですか。そう自分の癖でやってるもんな、はい、その漢字の全体のそのバランスとかも、うん、自分の書き方で書いてるでしょ、うん、でもね意外とあかんかったりするんですよ。そういうのがそのさ漢字でさ、はい、ここって点一つやったっけ二つやったっけみたいなやつない？あります。点々してこうするか、うん、何こうってな ってないラジオやおい何べんも言うけど、うん、新鮮にいつもやるけどこうでは分からへん新尿みたいなこと。はい、なんか分からんやつあるよね。はい、あこれちょすいません、うん、これが本編で流れてるとしたら、うん、もし聞いてる人がいるとしたら、うん、はい、この人たちは一体何の話をしてるんだろうってならないんですかね。今日は巻き寿司です。巻き寿司の日です。巻き寿司です。巻き寿司の日ねんけどまだ巻き寿司そういうの出してないね。そうよ自分らで手巻き今やってるのは手巻き寿司やもんね、うん、はい、あのいわゆる、はい、みんなが思うなんで開けたのちょっと待って今若林さんはねご飯を海苔にのせた状態で、ま巻いたね、何も入れずに巻いて置いたよね。で置いたやつを取って開かへんって言ってそれもちっちゃい声で開かへんって言ってね、それはまあたなね、ご飯粒で海苔の代わりにするような感じやからそれはそうなるわな。そらこれ食べたらええんじゃん。これにマヨネーズと醤油いけんじゃん。おにぎりですね。うん、まあ酢飯の握り飯やな、うん、そうですね。これなんでこうなったかっていうとね、うん、そのやってる途中に巻いててねまたタイミング悪く食べちゃったと思ったんでね、うん、ここで途中で置いたんですよ、うん、ほんであそろそろかなって思った時にそろそろこういう状態もうそのしゃべんの縁竹縄の時にそろそろもそまらん、うん、全然そろそろちゃうんやろ、うん、またコーナーを作る今何のコーナー若林直子のコーナーやねんこれコーナーを作るコーナーやねやねんやのに今食おうとしてんのしゃべって間違った間違ってる間違ってる、はい、というわけで、はい、のり巻きを切っていきます、はいできたっていうか切ってきたんやけどね、うん、できてた、うん、今回は堀江巻きが堀江巻きお漬物の巻き寿司にしてみました。なるほど、うん、なるほど。これあの入ってんのが、ね、はい、これあの赤かぶの、千枚漬け、うん、でキュウリ漬け、うん、でこれはかぶの浅漬けやね、うん、でこれが菊の花を自分で浅漬けにしたのと、うん、でこれがあの高校やねいわゆるです。その菊の花をつけたやつを、うん、さっき若林はこれを見て多分かぼちゃかぼちゃやって言ってましたね。いただきます。どうぞ。いただきます。うんうんうん、これねあのきゅうりとかカブとかって結構塩味が強かったんだね、うん、あの細く切って入れたりとかそういう工夫はありますけども、うん、基本的にね、うん、今の時期のあの浅漬け系の、お漬物やったら大体何でもいけます、うん、美味しい。何だろう、うん、何やろ正直ね、うん、おここ巻きとかあんま別に好きじゃないんですよ、うんうんうん、そんなにでお漬物もそんなに特段別に好きな人間ではないんですけど、あそうなんや、これなんやろそんなにこう主張しすぎていない感じで、うん、でも全部が浅漬け系やからな。美味しい。あのたくあんぐらいやからねしっかり使ってるのって、うん、美味しい。そんな、うん、なんやろミックスされるとこうお漬物お漬物っていう感じでもなく、うんうん、ちょっと待って、はい、
散々本編のネタとして食べてきた手巻き寿司は写真撮りましたが、今日のテーマである巻き寿司は写真撮ってません。撮りました撮りましたよ。撮った、うん、撮ってない、いつの間に、うん、うまや、うん、よかった。な、若林さんがアップしてくれますね。はい、はい、お任せください。そちらの方でどんな出来栄えかちょっと見ていただいて、はい、若干あれやね、飾り寿司っぽくなるね、うんうん、彩りが、うん、ね、華やかで、うん、美味しい、ね、美味しい、ちょっと健康的で、ね、うん、ということでした。こんな秋から冬に行く寂しげな時に食べるもんではない、うん、ない、うん、これほんま今日あれやな、19回目、これ次20回目ですっていう華やかさがないよ、ね、さ、 さっきのも置いといてさ、うん、さっこっから今何堀江巻が来てから、うん、もうこの5分ぐらいでええんじゃん今日の、うん、今回ちょっと最短の5分ぐらいのやつで告知しましょうか、告知もう5分ぐらいで、告知と合言葉っていう、うん、合言葉念のためにもう一回言うとこ、はい、今日の合言葉は念のためレレ、これほんまにほんまにさっきの着る気やんあの人、はい、レレレレ、バッサリ言ったろうかな、なんとかのレって言ってください、はい、レンコンのレ、レニングラードのレ、歴史博物館のレまさかの日本語ね、はい、というわけで今日は、うん、はい、もうおしまいですか？え、なんか今日のもあの値段当ててくれへんの？値段、もうそういうの忘れてたでしょ今。いや、っていうか今日値段当てようがないのかな。あ、わかるわかる。ちょっとどんな気分？今日作った一本分。一本分。一本分。今日作った一本分、だいたいね一本分で8切れぐらい取れます。これちょっとちょっと待って。極端すぎんか、さっきと今とさっきだコーナー感がだらーっとうわーって長いこと喋ってじゃあね、じゃあね、じゃあね、ここで締めなあかんなと思って思ってんのはええけど極端すぎん、うん、ほんまにほんまにもう終わるやんこれっていうか、うん、巻き寿司ですよね今日。そうや、そうや、うん、手巻きパーリーをするわけじゃないここが本編ですね、うん、そう、さっきのはさっきのおまけのコーナーね、うん、さっきのがおまけのコーナー、さっきのがね、うん、うん、じゃねえよ、はい、当てろよあ、私待ちですか。そうやそうやそうや、うん、分からへんしもない全体的に分からへん、はい、ね、でも種類多かったしな、3人がこうごちゃ混ぜになってできた、ね、ぐちゃっとした一人の人物に多分ならないと最終的に人格がね、うん、5種類入ってました。5種類、はい、でも結構しますよねお漬物。そうやね、漬物結構するのよね、ねえ、うん、1本800円、巻き寿司1本、はい、800円もしますか。はい、800円で買いますか。正解は、はい、1000円です。負けた。意外とすんね、ね、ですよね。っていうかね、何本か作って1本単価は多分安くなるんやけど、うん、1本だけ作ろうと思っても、お漬物はそれなりの量変わらないので、うんうんうん、お漬物全部使ってるわけじゃないんやけど1000円ぐらいになっちゃう、うん、今日なんか、うーん、なんか取り留めのない割にお金はたくさん堀江が使ってるよね、うん、そうや、今日だってもうパーリーやから、パーティーやから、うん、というわけで、はい、ほんまに終わんの大丈夫なのほんまに終わんの、ね、今回19回、まあ、だからもう19回目やさかいにさ、10分ぐらいしかなかったですね、うん、今回の回はやらなちゃんと全部終わってんの、10分ぐらいしかなかったですねっていうことをしようとしてるこいつ、おいおい、ほらほらこいつ今しれっとなんか喋らへんくせに今そういうことは言いよったでそれもまた刺激的で今まで散々長かったのに19回だけなんだこの尺っていう、ね、散々だって今まで長いやつって違う1時間8分とかあったよ。はい、誰が聞くのでも意外とその回聞いてくれて流しっぱなし、うん、
で、はい、あれとかせんでえの、うん、1回だけ嘘ついてますみたいなのを、あ、どの回かありますよっていう、うん、どの回嘘ついてたか自分らで覚えてる、覚えてます。その時何食べてたか覚えてる？覚えてます。だって一生懸命それをちゃんと食べてるかのように音出して食べてたからね、うん、はい。でね、あの前回そのシーズン1の時はあまりにも分かりやすくて、うんうん、全く食べてる音がせえへんみたいなんで、うん、あ、違う違う、逆になんかね、お箸食器の音とかがしないとかって言われ、うん、バレてたよな、うん、やし今回はあのちゃんと食事をしてる体も含め全部やったんやけど、うん、ただね、うん、ただね、あれね、うん、まあええか。あ、でもあれ、うん、おまけのコーナーももう出てるんでしたっけ、その時のやつって。おまけのコーナーも出てるけど、両方出てるけど両方わからんようにしてる。あれね、うん、この人ね、うん、食べてへんのにね、うん、食べてまだ食べてへんのにね、甘いですねとか言うとんねんか。まだ食べてへんのに、この人まだ口に入れてました、口にまだ入れてへんのに、入れてへんタイミングで甘いですねって言ってたりとかするんですよ。ちょっと、え、私そんなんしてました？ちょっとまだ食べてへんやん、それって。いや、私のそんなざたいことしてた。いや、あの時の私の感想は、はい、あのね、あの時の私の感想はやって、うん、あ、それはいいんですよね、うんうん、あ、そこはいい。気付けてみて。この今回のもそうなんですけど、うん、餃子の回まず包みながら食べてます、うんうんうん、で今回のその巻き寿司もやりながら食べてますっていう時、うんうん、そして普通に食べてる時、うん、そしてこうちょっとごまかしで食べてる時って、うん、あの聞き分けられますよね、うん、トークの仕方やタイミングやまあが、うん、で餃子やこの何かをしながらの時は明らかふにゃふにゃと喋れてない時が多いんですけど、うん、心にあらずみたいな時がね、はいはい、大体そうよね、はい、でも気合入ってるんです多分。こっちの作業にやろ。ごまかしてる時、ごまかしてる時、ごまかさなきゃ、ごまかさないとっていう、ごまかさなきゃ感が出てんねんな。だからね、朝どこになっちゃってんや、スラスラ喋ってる。そのせいか、そのせいか若林はまだ口につけてるのに、フライングしてる、うん、甘いですね。最悪の、それも甘いですねっていう、何そのベタな、甘いですよねみたいな感じ、深みのないコメントしてるやん、あんたっていう、ね、え、これでも、うん、ネタバラシはしなくていいの？この前の時はなんか10回目の時にバラしたんだ、うん、バラして、ちゃうちゃうちゃう、違う、9回目の時のおまけディスクかなんかで言うてる、言うてたんか、うん、で10回目の収録の時にそれをあの注文してくれた人がその嘘の方を出してたっていう、両方とも食べれるみたいになってましたね、はい、そうそう、今回もやりますか、うん、今回何どうすんの？今回でも当たる当たらへん関係ない、関係ないね、うん、もう言っちゃう今か、うん、その合言葉を言ってくれはった人に、うん、お前らほんまに何も考えちゃってるやろみたいな。今台本通りです、今ずっと台本通りです、台本通りです、はい、あの言ってくれはった方にお出しするとか、はい、あ、その嘘の方はね、はい、はいはい、嘘の方、あっちの方ね、うん、嘘の方ね、うん、こうあれやな、今言うてしまいそうになった、うん、あのおまけのコーナーで食べてた定義にしてたものを、はい、差し上げるってことね、はいはい、まあ、それもいいね、ただあれやな、用意するだけしといて誰一人に言ってくれなかったら自分らで食べな、自分らで食べな、うん、そうか、どうせそうなるよっていうか、じゃ誰も聞いてへん、誰も聞いてへんじゃん、俺聞いてへん、20回目来んのかな、いやー、金のじゃん。うち、それただ単にうちらまた場所借りて3人でただやってるだけやん。3人でカレー食うってことにならへんか。で、それをまた流す、あの収録して流すって。誰もけえへんなー言うて。はい。ただね、今日思ったんやけど、はいはい、それはこのトークでは誰も聞いてくれへんなとは思う。そうなん？これを楽しみにしてんのかな。これ聞く人は、え、
構成作家がちゃんと書いてるやつちゃうのこれ。本通りやけどね。本通りやけどねこれ。うーん。私ちょっとちゃんと覚えてきてるんです。今度ダラダラ感はね、うん。こうしてくださいっていうね。稽古通りですよね。稽古通りやね。漫画難しいですよね。2回しか稽古してへんからな。ですね。ちょっとなんでこんな19回目なんでこんな沈んでるんですか。じゃあ20回目マジでどうしようかなと思ってさ。どうするとは。ほんまに来るかな人。カレーはカレーなんですよね。カレーはカレー。もうあのいつもそのカレーや堀江亭っていうので出してるカレーを出そうと思ってます。ガチ。ちょっとお客さんももうちょっとこうほんまになんか頑張らんと食べられへんぐらいにしたらええんちゃう。ああ。そうじゃないとほんまに匂いだけ嗅がされて。ちゅうかさあの集まってもらって。二択クイズとか出して正解した人しか食べられへんことでしょうか。厳しいでみんなお腹減ってるぐらいの。それもカレーやって。そう匂いはせんねんでもカレーの匂いは食べるからたまらんやろな。うちらは目の前で食べる。だって俺らがそのこの3人で並んでカレー食べながら出題するから、うん、カレーの姿見せんでちょっとついたて立てて見えんようにする。匂いはものすごいね、それね聞いてくれてはるかな来てくれはるかなっていうのを言いながらそんな意地悪なことを言うて、ね、だってどうせ聞いてへんし、ほらまだ聞いとらへん、うん、誰も聞いてへん。そんなことないですよね。ほらもう返事ないもん。そうそう。でありました。今ありましたよ。だかな、うん、ありましたよねえ。一応見てみようか。さっきそのはい。あ、なんかお、来た来たか来たか。でもねこれ今生放送してるわけじゃないから別にここで喋ってたやつを聞いてきてあるわけじゃないけど、まあ、全然関係ない業務連絡ですか、うん、どうしましょうかね。20回目ね、うん、なんか歌う、なんかそんなんしましょうか。そういうどんな歌うの。歌うね。歌えターバン巻いて歌え。なんでターバン巻くんですか。カレーやし。あ、インドっぽい、うん、あ、わかった、うん、わかったわかったわかった。インド映画撮りましょうか。うん、そう、20回目は関係ないよね。それを20回目で流すの。20回目うちらがインド映画を撮ってるところを見てもらう。ああ、撮影現場を見学してもらう、うん、カレー屋のシチュエーションコメディみたいな、カレー屋さんでの一コマみたいなのをやってるんだ。そういうのない、そのこう吉本のうどん屋さんのシチュエーションコメディみたいな感じな。そうそう。あ、それよくないですか。邪魔するで、邪魔するには高いって、はいはいはい、あれをカレー屋でやるってことです、はい、そうそうそう。生捨て、生捨てやったら帰って言われるんですよ。はい、生で捨てんやったら帰ってみたいなね。みたいな話をね、ダラダラと。はい。今回台本通りなんでしょうがないですけど、はい、そうやれって言われてるんでね。うん、はい。まあさっきも言ったように、はい、ほぼ4合半あったご飯、もう、はい、4分の1ぐらいしかないですね。うん、はい。よく食ったね、はい、1人1合は食ってるいうことやね。だから、はい、手巻き寿司で、うん、でもまだ食べる勢いじゃないです。まだいけるやろ、うん、食べてや、はい、あ、そう思い出した、うん、若林痩せるとか言ってたよね。とは言ってたっけ。言ってたよ。ほんまに忘れんやな。ちょっと森江さん、20回目までに痩せるとか言うの。そんな言ってた。うん、間空きすぎて全然言ってましたけど、結局どこでどうあのジャッジするんやっていう話でなくなったっていう。元が分からへんやんけ。そうですそうです。安さんがやっていいのか分からへんやんけ、はい、今の体重教えろやって話やんな、はい、実際どうなん、あの頃に比べて、はい、若林、あ、今ですか、はい、太りました。太ったんかい。はい、それ何食べ過ぎ。あのね、私今最強なんですよ。最強ね。これ言ってもうた、うん、あのえ何大最強師匠来たすかもしれんけど、大丈夫、お仕事とか、お仕事とか、ちょっとあんたって言われへん、大丈夫。
事務所的に OK なやつ聞いて、うん、いやそうですね、今ちょっと最強になってる若林最強伝説、はい、はい、感じなんです、ね、史上最強の若林、はい、今なら漏れなくガシーンっていう感じな、はい、そういう感じなんで、ちょっとこれはやばいので、もうちょっとしたら変身するもん多分な、うん、変身とかしたいですね、変身とかって言い出すよ多分、はい、ベルトとか作ってくれます、いいよ、作るわやったアマゾンみたいに変身してな、若林って言ってな、分からん今これ多分ごくごく一部の人は多分ドッドッってなってるわ、えってなってるドッってアマゾンみたいと言って私箱見ました、うん、それじゃない、違う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 、あれやろ、それ聴診器が入ってたんだよ、はい、聴診器、聴診器って、うん、なんか K-POP アイドル、聴診器若林っていいね、いいね、いけそうやな、聴診器若林、超える神の器、聴診器、聴診器、聴診器若林、すごい心が広いっていう感じしますね、心が広いなんで神の器やからそっちと思うか、聴診器違いますか、聴診器トムコーでいいやん、うん、変身すんねトムコーに若林が、トムコーに若林が、はい、トムコーが若林に、うん、トムコーに若林が変身する、トムコーイウォーイ聴診器、だから普段の若林は日本語片言やね、うん、うん、片言やけど友達とかって言うんだナマステマスターカレー食べたいよとか言うてんねいつも喫茶店で、はい、はい、いやねんけど変身の時はものすごい流暢にトムコーイ、ね、変身したらものすごい流暢なの、あ、早口言葉言えるぐらいの、うんうんうん、そんな感じでいきましょうか、そんな感じでいきましょうか、はい、インド映画、インド映画、うん、全くどんな感じかわからないです、え、はい、はい、とりあえず何すこのひとしきりこう盛り上げようと頑張っては見るもののためだったっていうような感じがさっきから何回か続いてますけど、続いてるね、まあ今日はもうこれぐらいでいいかな、どうせ誰も聞いてへんし、もうそこめっちゃ引っかかってますね、卑屈になる、あ、の巻き、の巻き、巻き巻き巻き寿司だけにね、あ、うん、また来週、あ、来週ちゃうわ、堀江という字と若林直子が自分たちの食べたいものを食べるだけのラジオ番組、オーナーシェフ堀江のうんちく聞きながら調理が終われば試食会、店長有事の進行にバイトの若林直子のハマらないおしゃべり、時にはイベントリアル空想レストランも、リアルか空想かどっちやねん、空想レストランで検索すれば YouTube で見つかります。